安心しててくださいたくささいいいんんんここと待っるよ皆今回はですねあのリッキーがですね刑務所から早めに出てくると言われてる件についてお話ししたいなと思いますおいリッキーちょっと来いバカ野郎走って来いバカ野郎お前何や勝手にや刑務所から早めに出てこようとしてんだよバカ野郎 出てくんじゃねえよ、バカ野郎いいかお前みたいなラッパーはよ、一生刑務所の中にいればいいんだよ、バカ野郎。ななんでかって言うとなお前みたいによ、かっこいいラッパーがよ、曲を出しちゃったらよ、他のラッパーが困るだろなヘズがみんなお前の曲聴いちゃうんだからよ、再生回数が減っちゃってよ、他のラッパーがお前生活に困るだろ、お前。 もっと思いやりの心を持てよ、バカ野郎リッキー。反省したからよ、もう二度と刑務所から出てくんじゃねえぞ。わかったな。はい、今回以上です。クッシュ